皆さん、あ、違うわ、間違えた、やばい、あ、ここ切ってくださいアミュレートの声優を知ってもらおう。間違えた、ペトチしました。はじめまして、中富真奈と申します。出身地は大阪府で、趣味は歌うことと、あとお酒を飲むことです。特にクラフトビールとか日本酒とか、まあ、最近ウイスキーはちょこちょこ勉強しつつ、まあ、お酒全般大好きでいっぱい飲みます。特技は生まれた時からずっとなぜかこうお腹をこう波打たすことが結構得意で、それを勝手に腹踊りと呼んでいるので、先天的腹踊りと、あと、中学時代までずっとバク転が実はできていたので、大人になってから全然やる機会もないので、それを、まあ、近々ですね、行ければ、まあ、バク転を習いにもう一回行って、特技の欄にもう一度復活させたいなと思っています。はい、作品名をちょっと具体的に出すとまずいかもしれないなとなんとなく思っているのでいいですか？いいですかね。実はマクロスフロンティアという作品を見て、私もなんかその世界に住みたいなと思ったことが一番きっかけです。どうやったら住めるだろうと思った結果、まあ登場人物になれる術はもう声優しかないと思ったので、そこから目指し始めました。はい、まあ私自身の今までの人生もやっぱりアニメを見てやっぱ育ってきているので、まあ声優になってもしいなかったとしても、まあアニメ業界できっと働いていただろうと思っています。はい、私学業と両立させるために、週1で約1年間ですかね、大阪と東京をずっと夜行バスで行き来していたことが一番大変だったなと思います。はい、まだコロナ禍前の分散収録をしていない時の、共演者の皆さん全員でアフレコブースに入ってっていう時の思い出にはなるんですが、弊社の大先輩の楠木大天さんがご一緒させていただいた時に、マイク前でお芝居をされていて、私たちは後ろで座って見学させていただいてたんですが、まあ、その時にマイク前でお芝居しているのに声の圧みたいなのがすごくて、何でしょう、その大きな声を出していないのにこのブース全体がすごい響くし、こう空気がビリビリしている感じっていうのを初めて体感して、その時本当にすごい方なんだなと思って、なんかそれがすごく印象に残ってます。はい、カラオケ大好きなんですけど、よくよく考えると、まあ、圧倒的に歌っているだろうというのは TM レボリューションさんのホットリミットです。まあ、この曲きっと知らない方もまず年代でももうすごい幅広い年代で多分知ってると思いますし、でなおかつ声のキーが結構合ってるので歌いやすい、かつめちゃめちゃ歌ってて楽しいし超盛り上がるっていう、もう最高な楽曲だと思ってるので、冬でも夏感じていこうぜっていう感じで冬でも全然季節関係なく歌ってます。はい、今は実は移籍されていらっしゃらないんですが、当時憧れていた、声優さんが所属されていたので、私もちょっと続いていけたらなと思って、もう本当にそのままもう突き進んだ感じですはい、きっと当たり前だと思うんですが、まあ、一つ一つ丁寧に向き合っていって、役の気持ちとか思いをきちんとまっすぐ届けられる役者になっていきたいなと思っています。そのためにはきっと役の気持ちをより深く理解しないといけないと思いますし、まあ、そのために私自身がもっと豊かな人間にならなきゃなと思ってるので頑張りたいなと思ってます。はい、一番緊張するところなんですけど、どうしようかな。じゃあちょっと前向きにポジティブにいきたいと思います。これからの人生楽しんでいくぜ。ありがとうございました。
またお耳にかかれるように精一杯頑張ります。